まあ、いろいろあの戦略的なことを考えてたんですが、まず得点力をまず上げたいということ、それとやっぱり中継ぎの選手がちょっと疲れたような状態でシーズン迎えてたので、そこにまあフレッシュな力、もちろん先発も入れると。で今チームが代謝を図っている中で、若いこう力のある気持ちの強い子を探してた中で、まあ甲子園で活躍した2人、吉田君と佐藤君、2人取れたので、僕らの中ではとても良かったなと感じています。で目玉の10位で取った彼は190センチで大きい選手なので、どんどん野球振り込んでいって、大活躍してほしいなと思います。吉田君もドラフト1位というプレッシャーに負けないで、1年目からレギュラー座をつかんでください。そういう気持ちで、今回のドラフトは満足のいく形で終わったと思います。ありがとうございました。